皆さんこんにちは REC 専任講師の荒川修一ですこれより品質論点記述編のダイジェスト解説講義ということで30分ほどお時間いただいておりますのでその中でお話をしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますえっ、ー、と今回、えー、皆さんと一緒に考えていきましょうというのはこちら第1回の問題ですねなのでこの第1回の問題解いていただいて解説がお手元にあるという状況で そうか。 いいうことでお話をさせていただきます通常ですとそうですね解説講義が休憩入れて2時間、えー、と前半部分で55分後半部分で55分ということでまあまあお時間ありますのである程度しっかり解説をしていっているところなんですが今日はダイジェストということで30分しか時間がありませんそれぞれの科目の持ち時間が15分ということになりますのでまあまあ,あの本当にポイントだけ絞ってお話をさせていただくことになります。なので、ま、のでまああ 詳しくは基本的には解説を見ていただいてご自身で読み解いていただくその中で本問解いていく中でここポイントだったよねっていうところをお時間許す限りお伝えをしていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ,あまずは 画面ちょっと映しますけど、まあ、あの不動産登記法の記述式、えー、どういう手順で解きますかみたいなのをいつもだと板書にお付けしているんですけれども今日はあの画面で見ていただいている状態です、まあ、あの事実関係をしっかり問題文から抜き出してでなすべき登記を決定して回答すればいいよと単純に言ってしまうとすごくあそんなの分かってるよということを言われそうなんですけれども不動産登記法の場合だとこのカッコ2の ② ○にあたる手続き的な判断 成立した事実関係をどのように登記すれば足りるのか何の登記申請をどの順番で何件申請すればいいのかということが 結局のところ点数をしっかり取りきれるかあのうまくいかないかのポイントになっているというふうにお考えくださいもっと皆さんに耳なじみがいい言葉で言うと枠ずれとか枠外しこれをしないようにするためにまずこの枠外し等をしないそうすると第何欄の何件目に何の申請をするかというところに関してずれが出てこないわけですからそこさえあってくれればあとは適切なひな形を使って 皆さんがひな形の学習ということでやってらっしゃるひな形を事例に当てはめてしっかり書いていければある程度点数はついてくるなのでそこでもしね少しひな形的な書き方であのうまくいかなかったとしても大枠どこ,のどこで何の登記を申請するか何件の登記申請になるのか順番はどういう順番になるのかというところがずれてさえいなければ。 まあ、あ,のある程度点数がついてくる、ねあの、ちょっと細かいところを間違えたとしても、まあ、あの大きな失点にはつながらないということです。でですのの常に皆さんもその まあ不動産投機法の学習をされる中でいろんな知識を身につけていっていらっしゃると思うんですけれどこの記述式対策ということですとまあこの今言ったね枠ずれをしないようにするためになんかあのしっかり覚えておかなければいけないポイントってどれかなっていうのを常に意識しながらえ学習もしていただきますし復習もしていただきますし解く時にも枠ずれだけは絶対にしないようにしないといけないなみたいなつもりでやっていかれると あの点数が安定してくると思いますので、まあ、あの本編の講義、まあ、全10回ありますけれどもでは、えー、こんなようなことを毎回毎回しつこく言いながら進めているところではあります。はい、それでそしたら今回の第1問第1回第1問の方なんですが、はいえー、と皆さんのお手元には解説冊子として事件の概要っていうのがあると思うんですけれども、えー、とそれに少しこう。 マーカーを引くというか、まあ、ポイントを示すような形でこう赤だったり青だったりの文字で、えー、書いて進めているものを、えー、講義では使っていますのでそれを一部持ってきましたご覧ください。ということで、えー、と今回佐藤春人が死亡してその佐藤春人の名義の公土地おつ建物という2つの不動産がありますからこの佐藤春人の相続関係を しっかり把握した上でこの甲土地および乙土地に何の登記をどれだけ申請していけばいいのかというのが、まあ、最大のポイントだったかなというふうに言えるところであります。例えばこの辺りは問題文の方ね別紙3と4を見ていただけばいいと思うんですが、まあ、ざっくり確認していくと甲土地 は佐藤春人がただ単独所有している状態そして別紙に乙建物については佐藤春人が表題部所有をしている状況になっていますですのでこの不動産を見た段階ではまあ特にねあのややこしい権利関係というのは見えてこないせいぜい言うならば建物乙建物の方は権利部の登記がなくて表題部所有の状況になっているよということが把握できればよかったかなと思います で次が別紙3ですけれどもここで佐藤温人が死亡した、えー、妻の夏子はもうすでに死亡しているそして、えー、子供が秋彦と冬美がいますけれどもその後冬美は、えー、令和4年4月20日に佐藤温人が死亡した後、まあ一1か月後ぐらいですかね6月1日に死亡していて鈴木冬美には、えー、子供の鈴木里美がいますよとそしてその次別紙4ですけれども。 佐藤昭彦が佐藤春人の相続について相続放棄を申請して受理されているという状況が見えてきますですのでこうなってくるとじゃあ今回の佐藤春人の死亡によりあとは佐藤昭彦の相続放棄まで踏まえて 鈴木冬美の死亡も踏まえて誰が佐藤春人の権利今回でいうと不動産、高土地の所有権、乙土地もね、乙、えーまあ、だっ物も、も表題部所有の状態になってますが、こちらを取得していくのかというのを判断しなければいけなかったわけです。まあ、結論としてては、ね、え皆さんご覧になっている通りで 土地についても一軒の所有権移転登記をすれば足りるこれいわゆる数字相続の事例になってますからまあ圧縮登記っていうんですかねを使っていくパターンまたこうおつ建物についても、えー、ダイレクトに、えー、鈴木さとみまああの孫にあたる鈴木さとみに、えー 所有権保存登記をする申請的確があるというふうに判断していただいてそれぞれ1件の登記申請で鈴木里見名義にしていくことができるという判断をしていただくことになりました。 この判断がしっかりできていればいわゆる枠ずれというお話にはつながっていきませんのである程度点数は取れていったのではないかあとはその中で,そうです、ね、回答に出ています通りで回答例を移しておくと。 はい、この回答例で言うと結局登記原因及びその日付、えー、公土地の所有権移転に関して、えー、登記原因及びその日付が令和4年4月20日鈴木冬美相続令和4年6月1日相続という書き方になっていって1件の登記申請でこの数字相続により結果鈴木さと美が、えー、登記名義を取得するという旨を表していくことになりますし落ち、えー、たてもの所有権保存登記で、えー、ダイレクトに鈴木さと美名義にすること とことでできるんですけれどもここでも所有者被相続人佐藤春と,かっことじそして上記相続人鈴木冬美として鈴木さ聡美、まあ、このような形で数字相続により最終的に鈴木さとみの、えー、所有になったんだということを書き表していく必要がありますので、まあ、このね二、えー、点配点されているようなところについて しっかり書き入れたかどうかで具体的な点数の取れ方っていうのは変わっていくでしょうけれどもその前提としてこの所有権高土地に関しては所有権移転1つおつたてもの 対しても所有権保存登記一つで登記申請できるんだということをこちらにしっかりあの目を向けていられたか今回ね気が付いておられたかというのがポイントになっていきますのでその点ご確認をよろししくお願いします、まあ、ちなみに論点としてはどういう論点が結果問われているのかということですけれども重要論点一覧でいうと上から2つですね、はい、数字相続において中間の相続が単独相続である場合 現在の相続人は直接事故のために相続を原因とする所有権移転登記を申請することができるまた、表題部所有者について数字相続が生じた場合には直接現在の相続人名義に所有権保存登記をすることができる。 この2つの論点が頭に入っておられて本門の事例が、まあ、あの結果的に佐藤温人が亡くなってその後、秋彦が相続放棄してますから鈴木冬美の単独相続その後鈴木冬美が亡くなっていますのでまたその子供である鈴木里美の単独相続になっていくんだというケースであることを。 読み取ってあの中間の相続が単独相続なので圧縮登記による相続登記一件で申請ができるというふうに判断をしていただくこんな流れになっていましたあともう一つですね今度第2申請日のポイントなんですけれども、えー、と鈴木さと美と田中一郎次郎との間で、えー、高土地、乙つ建物について、えー、売買契約が締結されているでそ,のその日 に田中一郎と田中二郎の間で共有物不分割特約をしているわけなんですけれども、まあ、あの件数何件申請するのっていうところで考えていくならばこの不分割特約を締結したことを踏まえて所有権移転登記売買による所有権移転登記と一緒に1件の登記申請で を申請するることができるのか、あるいは別途変更登記を入れていくような形で2件の登記申請になるのかこの辺りがうまく区別できていたかどうかでいわゆる枠ずれ枠外しの、えー、になったかならないかというのが、えー、分かれ道になっていたかなというふうに思います。 まあ結論としては今回は、えー、一旦売買による所有権移転登記を入れた後、改めて変更登記をする形で不分割特約を登記をしていくことになりましたこちらも重要論点一覧で説明をしておきますけれどもこちらね、えー、下から 2, 2個目の枠共有物分割禁止の定めの追加による所有権の変更登記、えー、と上の方の論点ですね A から B および C への所有権移転登記を申請する場合そしてその BC の間で共有物分割禁止の定めをした場合はこれを移転登記と一緒に申請情報の内容とすることはできませんとこれらの登記は別個に申請すべきものとされているとなっていますので今回は A から BC のパターン。 鈴木、里美から田中一郎、田中二郎へ所有権移転をしたパターンですのでこの解説のとおりでそのまま所有権の移転登記に踏まえ含めていく形ではなくて別途変更登記をしなければいけない事例だったということになります。 でここなんですけれども、えー、知識整理をする上では似たような論点であれでも特約って書くような形で所有権移転登記に含めることができたよねっていうのを皆さんはっというふうに思っている方がいると思います。どちらですけれども 解説の詳細部分に共有物分割禁止の定めの追加による所有権の変更登記となっている部分で前提の知識のこの2つ目ですね。共有物分割禁止の定めの登記を所有権の移転登記の申請情報の内容とすることの可否ということでこちら。 A から B への所有権、一部移転をしてもともとのオーナー、所有者だった A と後から一部移転を受けた B が共有する形になった場合でこの AB 間で不分割速約を結んでいた場合には所有権移転の時の申請情報の内容とすることができるでも今回のように A は完全に所有権を手放してしまってまあ B、c 二名に売ったそして買い主になった B、C の間で 共有物分割禁止の特約をした場合にはこれは改めての変更登記が必要ということでこれ両方のパターンを頭に入れて今回は一方ってなっている後者のパターンだぞというのが読み取れないと。 一件の登記で申請すべきか、え、二件の登記で申請すべきかの判断ができなかったということになっていきます。まあ、ですので、今回はこの共有物分割禁止、共有物不分割速約に関して。まあ、パターンが二つあったよねということで。こちら、あの、バラバラに覚えておくと、あれ、どっちだっけっていう話になってしまいますので。まあ、共有物分割禁止、共有物不分割速約の、定めがあった場合に。どういう時には、一件で所有権移転登記の。 申請情報の内容として登記申請ができどういう場合には別途変更登記をしなければいけないかこちら必ずセットで押さえておくべき知識だということになりますので、ね、あのその辺りしっかり気をつけて論点整理をしておいてくださいあとはまあ解説の方をご覧いただきながら皆様の回答をチェックしていただければいいかなと思いますまずは枠外,枠外しにつながりそうだった2つの論点ね数字相続の処理で 所有権公土地所有権者単独所有のケースとお家建物表題所有者のケースで本問ではどういう処理をすることができたのか、あとは今お話をしていた不分割特約の取扱いこの辺りを中心にご確認をしていただけばいいかと思います。はい、えー、では次ですね、もう半分時間が過ぎましたので次は第二問目商業登記のお話をしていきたいと思います。まあこちらも指針としてまあお示し示し お示しししてているものがありまして、まあ、基本的にはまあ問題文からちゃんと事実関係を把握してなすべき登記を決めて登記を、ね、回答してくださいという、まあ、大体書いてある内容は不動産登記と一緒なんですけれども商業登記の特,特徴としては今度は、括弧2の1実体的判断会社法だったり実態法上の決議要件手続き要件を満たしているかこのチェックが非常に重要になっていきます。 まあつまり、っ、えー、と一言で言ってしまうと商業統計法、記述式の本質、性質って何ってなったら間違い探しです。 あのさももっともらしく決議をしたぞというような形でこの議案が成立しましたこの議案が可決しましたみたいな形で書いてあるわけですけれども基本的には、まあ、あのその中で例えば決議要件を満たしていないあるいは取締役会で決めなきゃいけないのに株主総会で決めてるとかあるいはその逆というように決議,体が決議する、まあ、決議を構成,構成体というんですかね その構成しているどこで決議しなきゃいけないかというところに間違いがある。とうといろんな、えー 間違いをちりばめて皆さんの中でじゃあこの議案は、えー、ちゃんと登記できるものなんだろうか登記できないものなのか登記できないとするとどこがダメなのかっていうのを見つけ出していただくこれが商業登記の記述式の本質だと僕は思っています。な、まあ、なのでで必ず間間違違いいい探し間違いが入ってるぞという前提で決議要件大丈夫かそそもそもこれ ここで決議していいのかななんていうことを常に判断しながら、えー、登記可否を決めていくであとは登記できるものに関してはひな形に当てはめて書いていくこちらがあのポイントになっていきますのであのちょっと面倒くさいですあの慣れてくるまではやっぱりいちいち決議要件基本的にねあの全,員全員出席全員賛成なんてなってるケースがほとんどなので、まあ、あ,のあと時間の関係もありますからもう 見たらすぐにに形が頭に思い浮かんで忘れないいいいううちちに回答してしてままいたいという気持ちはすすごくよくよわかります、まあ、でもそれをやっているとまあまあ6割7割あの正解のケースがあるんでしょうけれども何かいわゆる皆さんを引っ掛けるような論点が含まれていた時にそこでやっぱり間違いが出てしまうということでまああの点数がなかなか安定して取れないですということにつながっていってしまう可能性があります。 なのでこれも慣れですしある程度問題量あるいは事例をこなしていくとなんか怪しいぞっていうまああの雰囲気みたいなのを感じられるようにもなってくると思いますなので最初は少し丁寧めに一つ一つの議案がちゃんと決議要件を満たして成立しているものなのかこれを一旦頭の中であ決議要件どこで決議して、えー 例えば株主総会だったら普通決議だっけ特別決議だっけなんていうのを思い出して事例と確認をして一歩前に進んでいくこの繰り返しをぜひやっていただきたいと思っていますでその中で商業登記まあ会社法もそうですけれどもポイントになってくるのはその会社が 公開会社なのか非公開会社なのかあるいは代会社なのかあるいはね取締役会の設置有無を含めて機関構成はどうなっているのかこのポイント大前提と書いてあります申請会社のタイプ把握。このタイプを 把握しておかないとじゃあ今回の議案はどこで決議すべきなのかという判断が効かなくなってしまいますですので問題を解くときにまず今回の申請会社って公開会社なの非公開会社なのとか非公開会社でも取締役会があるのないのなんていうところを頭に入れつつじゃあ今回の決議はどこで決議しなきゃいけないんだなんていう感じで判断をしていただく必要がありますで、この商業登記については 公開会社だったり非公開会社だったり大会社だったり取締役会設置会社だったりっていうのがずっと変わらずに進んでくれるのであれば。 あまり皆さんを迷わすことはないんだろうと思うんですがこれが途中でねあの取締役会を廃止してみたりとかあるいは株式の譲渡制限に関する規定を置いたり外したりして公開非公開が変わっていったりなんていうことが起きていくとあので今結局何だっけみたいな形でえ立ち位置がね申請会社のタイプが分からなくなってしまったりしますのでこの申請会社のタイプっていうのはその決議 議案を判断する時点で今どうだっっけけ今どうだっけっていうだだいい形で判断をしていくだから、期間構成が変わったぞとか譲渡制限の規定が変わったぞなんていうときには本当に要注意になっていくんだというふうに、ね、認識をしておいてください。で、本文の,じゃああのポイント的なところをお話ししていきたいなと思いますけれども、まずは。 まあ別何,何はともあれベッシー1ですよね、この会社、どういう会社なのかというところなんですが、まあ、発行可能株式総数1万株、発行済みの株式の総数が6000株、そして、株券発行をしている資本金の額6000万、そして株式の譲渡制限に関する規定で、当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要するとなっていますので、すべての株式に譲渡制限が付されている状態、いわゆる非公開会社だということが分かります。 まあ、あとね取締役会の承認を要するって書いてあって講談のにね取締役会設置会社ってありますから非公開会社で取締役会設置会社だという前提でスタートしていく必要があります。そして何はともあれ本門でいろいろ活躍してくれたのがこの新株予約権ですよね。 1> 第1回新株予約権として新株予約権の数30個新株予約権の目的たる株式の数またはその算定方法3000株、まあ、つまり1個の新株予約権を行使すると100株、ね、株式が手に入る状態だというふうに定義をされている。 そして、そして新株予約権を行使することができる期間ということで、フロムの、ね、令和5年7月1日はいいと思うんですけれども、令和6年6月30日までとされていました。で、まず、一番最初にお話をしておかなきゃいけないなと思うのが、この新株予約権の行使期間です。令和6年6月30日までというふうになっておりまして、問題文、冒頭見ますけれども、 えっと、第一申請は令和6年5月10日なんですけれども第二申請が令和6年7月5日ですつまり新株予約権令和6年6月30日の公式間を過ぎた後の登記申請ですからこの新株予約権が 令和6年7月1日をもって、まあ、公式間満了で消滅していくことこれを、えー、気がついて登記することができたかなというのが、まあ、あの論点1個ではありますけれどもまあぜひぜひ、まあ、あの。 気がつかないあるいはね、えー、ちょっとそこにあの意識が向かなくて間違えてしまった書き忘れてしまったという方が一定数いるかなと思いますけれども、まあ、これ気がつけるかどうかもっと言うと別紙1を見た時でしかヒントがなくてそれ以外問題文のどこにも情報がないというような な論点でしたからこの別紙1を見た時点で論点を見つけていなければまあもうこの論点に関してはまああの負けが決まるというようなことですのでまあこれ、もう一回え新株予約権のところを映しておきますけれどもわざわざ,はいわざ,わざえー別紙1で最初から新株予約権が置かれている状況を作ってきているということは。 この新株予約権があることで起きる特別な状況について皆さんに論点として問いたいという意図があるというふうに考えていただいても、まあ、間違いじゃないだろうとむしろそのように考えていただく中であれじゃ新株予約権が定義されているということは登記されているということはどんな論点があるんだっけかな。 思い出す中で最初に確認してほしいのがこれなんですね。えー、公式間の満了っていうのは、えー、登記記録別紙1を見たときでしかわからないのでお6月30日だあ登記申請日7月5日っていうのがあったなとそしたら7月1日の公式間満了っていうのを登記しなきゃいけないぞっていうのを見つけて出していただきたいしあとは結果的にこの新株予約権が、えー、3,000株分、まあ、予約されているというかは この新株予約権がもうあるんですから3000株分は発行可能の株式の数をキープしておかなければいけないそして結果的にそうなるともうこの会社1万株が発行可能株式総数なのに6000株発行しているあとは新株予約権が 3000株分必要なんだから潜在的にはもう9,000株分までは抑えちゃってるぞとそうするとこの会社あと1,000株しか株式を発行できないぞなんていうのが実は別紙1を見た中で分かってくる、まあ、もっと言うと新株予約権がもともと登記されている状況から来たなとなるとこの新株予約権に だとすると、まあ、新株予約、まあ、全部出てましたけど新株予約権の行使の話もありましたしあと新株予約権の行使期間の満了という話もありましたしあとはこの潜在的に3000株というのはもうあの発行枠をキープしておかなければいけないのでその分、えー、実質の、えー、残りの発行可能の株式総数の枠が減っている状況だ、まあ、つまり、えー、今回問題で聞かれていた募集株式の発行ができない というのはこのまあ悪流法の問題だったということです。なので、このあたりが経験値だというお話をした部分につながっていくんですけれども、まあ一度や二度絶対ね、僕なんかもよくこのこの論点に引っかかってました。この公式間の満了ね。 でまあ、何度も痛い,い目に遭ううちにこれ新株予約権が見えたら、まあ、確実にその論点はチェックするし対応していこうみたいなあの解き方自分の中の注意ポイントみたいなのが生まれてきてあるいは新株予約権があるってことは今お話ししたようにまたワクリの問題聞いてくるのかなとか講師の話新株予約権の講師の話を聞いてくるのかなみたいな形でちょっとあの予測を立ててその予測をもとに進んでいく。 というようなことで、えー、仕掛けられた論点に気がつくことが、えー、気がつく率が高くなってきたな、というのが、自分の受験生時代を振り返ってみると、まあ、ああそうだったね、というふうに思うところ。ですので、まあ、皆さんも、まあ、初めて見た論点についてミスが出てしまうのは、これはまあしょうがないですあの。解いたことないわけですから。ただ、二、えー、度、三度と同じ論点で引っかかってしまうとなると。まああの 1>, 1回2回なさった経験、まあ、チェって思う悔しい気持ちをあの生かしきれてないもったいない状態だというふうに言うことができると思いますのであごめんなさいね画像映ってなかったね。はい、なのではい、えー ぜひ、ぜひその復習の段階で、まあ、例えば今回、ね、新株予約権の公式間満了気がつかなかったとするならばあこれ、もう気がつくか気がつかないかで勝負が決まるなという認識のもとじゃあ、どうしたら次は、えー、皆さんはその論点に気がつくことができるのか、まあ、必ず新株予約権があったら公式間の満了日をチェックして、えー、と申請日との前後関係を見て今回、登記申請に当たるのかなみたいなところを見る。でこれがもう 全然登、ね、記申請日よりもずっと後の公式館満了だったら、まあ、そこでもう気にせず、えー、その論点は聞かれてないというふうにスタートしていけばいいわけなので、まあ、チェックしていただけば確認していただけば確実に点数につながる論点であったりします。なので商業時のもう一つのポイントとしては間違い探しとともにこう大体のこと9割方のことが、えー 議案だったりとか聴取記録に書いてあって書いてあることの間違い探しっていうのがメイン論点ではあるんですがやっぱり何個か本文でいうところの公式化満了のようにまああ,のあんまり明示されてないというかさらっと書いてあってそれに対して対応していかなければいけないねあのまああの隠れている論点って言ったらいいのかなそういうのがあったりしますのでそれもやっぱりあの 直面することで、あこれ、あの問題文、ただ読んでても気がつかないなみたいなものがいくつか出てきますから、それは重点的にマークしていくような形で対応していただくと、商業登記の点数自体は非常につきやすくなるのかなと思いますので、ぜひそのような、ね、対応をしてみてください。今回はとにかく新株予約権がもともと置かれていたということが、す、ま、べ、あ、てのポイントに、えー、論点につながっていってましたよみたいないうふうに、えー、認識をしていただければ結構です。 お時間残り少なくなってますからまあまあ最後ね重要論点一覧的なところを見ておきますけれどもまあ今回お話ができたのが話としては。 この上から2つ目の募集株式の発行今回は新株予約権発行会社において募集株式の発行をする場合公式間の到来した新株予約権の目的である株式について株式の数を留保しておかなければいけないこれに気づけたかどうか発行可能の枠がもう空いてませんでしたという状況そしてまあ新株予約権の行使はいいとして新株予約権の公式間満了も迎えていたのでこの登記を申請しなければいけなかったですねというのがポイントになってきておりました。 はいえー、ということで、まあ、第2問についてはこの新株予約権があることで何どう影響してくるかっていうことに、えー、考えを巡らすことができたら、まあ、かなり点数が、ね、取れていったんじゃないかなというふうに思います。なので、えーまあ、これを機会に、ね、あの商業投機については間違い探しなんだと。なののでまず申請会社の、えー タイプを把握してこのタイプの会社はどこが決議機関になるのかなっていうのを見ながら一つ一つの議案の成立の可否を精査していくでその中で間違い探しをするとともにあんまり問題文では明示されていない ねえー、正面記って議案とかでは出てないけど登記の内容に変更を生じるようなことが仕掛けられてないかというのを、まあ、見ていただく、探していただくこの2つのポイントで、えー、に着目して進めていただけばあの点数の方は取れてくると思いますし復習の段階でもじゃあどうやったらその論点に対応できていくのかを中心に知識整理をしていただけばいいのかなというふうふに思います。そ、はいえー、そろそろ時間ののがが来ていいまますす、えー、分ずつだとなななかかかこの辺りでででししお話をできないんですがもう少し 解説の方では、えー、実際の講義の方では、まあ、解説冊子には書いていないようなことだったり周辺知識の整理というところも含めて、えーまあ、2時間、ね、お話をしていますので、まあ、2時間いただいて決して無駄な時間になるとは思っておりませんなのでもし、ねえー、このダイジェスト講義聞いていただいて本編の方にもご興味あるということでしたら、まあ、ぜひぜひね、えー、生鮮透明品質論点記述編のご受講、ね、自体も考えていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、それででではこののりで時間が来ましたので 品質論点技術編のダイジェスト解説講義この辺りで終了にいたしますどうもご清聴ありがとうございましたお疲れ様でした